政治とお金の話をしたいと思います。あんたがつまんだ時に助けてくれるのは地元の商店の人やねって教えられる、工夫するってことはすごく大事になってくるかもしれないです。これ結構面白いな、私まだまだ地域で知ってたつもりでも知らないことっていっぱいあるんだなっていうね。大谷入り子の一言言いたい。はい、今日はちょっと生々しく政治とお金の話をしたいと思います。と言ってもね、お代官さんはお主も悪いよのっていうね、まあ、そんな話ではなくって、やはりよくね聞かれます。大谷さん、政治にチャレンジするってお金かかるんじゃないんですか。よく言われます。いろいろお金がかかります。まずちょっとこれは今回はストーリーでいきたいなと思いますね。まず皆さんが立候補します、何でもいいです、町会議員でもね何でもいいです、立候補しますって言った時に、やはり最低限いるもの、それは選挙用のポスターです、ね、選挙用のポスター、この皆さん駅前とかにありますよね、1番2番3番4番ってね、あのポスターを作らなきゃいけない、これ印刷代かかります、まあ、多分ね安くいかそうと思ったらプリントパックとかでね OK かもしれないです。これがねなかなかねそういうわけにいかない、やっぱりね地元の人に応援してもらおうと思うと、やはり地元の印刷屋さんを使うというのはね結構大事になってきます。やっぱりそれも一票ですから、だから私はプリントバッグ使おうかなってすぐ止められましたよ、大谷さんで、ね、今までねここ使ってるんでここを使ってください、その代わりやっぱりねこの人たちは私たちの応援をしてくれるんで、ね、いろんな人に応援してくれるんで、やっぱりここをね使うって大事ですよ、まあ、言われてみたらそうやなと。でもねこれは私なるほどと思ったんです。別に反対も何もなくてその通りやなと、やっぱり自分の応援してくれる、ね、印刷屋さんに使うの大事で、これを聞いた時にふと思い出した、それは木の先の町、皆さん木の先ねインバウンドでめっちゃブレイクしてで、木の先の町のその旅館のねオーナーとかね、旅館の2代目3代目と喋ったら言われたんです。彼らはね生まれた時からお母さんに言われるらしいんです。地元の布団屋で布団買えと、地元の魚で魚買えとね、まあ、例えばもっと言ったら雑貨とかいっぱいあるんです、文房具とか、それも地元で買えって。なんでか、あんたの旅館がつまずいた時にな、アマゾンが助けてくれるかあんたの旅館がつまずき楽天が助けてくれるかと、あんたがつまんだ時に助けてくれるのは地元の商店の人やねって教えられる。まさにその話を思い出してそうだなとね。だからやっぱり地元使うって多分若干ちょっとね割高になったりするんですけど、やっぱりそこを使います。そしてやっぱり最低限ねポスターっていうのはいります。それから選挙カーね、皆さん顔写真のついた何々です何々ですってね、工事後回ってる車ありますよね、あれもお金かかります。ただで誰も作ってくれないです、ね、あれもお金かかります。それからはがきよく来ますよね、何々さんね、公約書いてるはがき、はがきただでは届けてくれないです、ちゃんと切って貼らないとダメです。で私が岐阜第2区の立候補予定者になった時に、市会議員の女性と県会議員の女性が自分の支持者に全員ハガキを出してくれたんです。大谷さんっていうのは岐阜2区の私たちの公認候補になります、これから3人で頑張っていきますみたいなね。でもそのハガキを出すのにやっぱり1万人ぐらいにハガキ出してるんですよね。そしたら分かりますよね、たとえハガキが54円だとしても1万枚出したら54万かかるんですよね。だからそうやってお金かかります。でもまあ公認候補になったら、まあ党から毎月一部補助が出ます。じゃあお金がないと選挙に出れないのか、お金がないと通らないのか、そんなことないです。見てください、タレント議員ね、お金なくても名前があったらポスターぐらいで通ってますよね。やわらちゃんの車で回ってるのは私見たことないですけど回ったんでしょうか、わからないですけどね
あの、まあ、回ってたかもしれないんですけども、まあ、そんなにね多分あちこちはがき出したりとかしてないと思うんです。それからこの間面白いなと思ったのは、まあ、どこかの市会議員の女性だったんですけれども、地元の町内会の掃除とかを手伝って私市会議員に立候補したいんです、あれ千葉ちゃんだったかな、なんかね、あので通った女性がいてましたよね、まあ、そういう方法だってある。だから何も莫大なお金をかける必要ない。で今ねちょっと話題になったスーパークレイジー君ね、なんかもこう YouTube でとかって、時代は変わってきてます。いろんなやり方があるんじゃないかなっていうので、何でもかんでもお金をかけるっていうんじゃなくって、工夫するってことはすごく大事になってくるかもしれないです。でも私お金かかると思ってます。それは何かって言ったら、私今までずっと起業してからロータリーも倫理法人会も商工会議所も何にも入らなかったんです。1個入ったら全部入らなあかんと思ったから、もう絶対芋づる式に誘われると思って入らなかった。でもやっぱり地元密着で来ていこうと思ったら、やっぱりなんかそういうの入っとくね、大事だよ、やっぱり地元のその付き合い大事だよって言われたんで、まあそれもせやなと、よっしゃと、これを機会に全部入ったれと思ったんです倫理法人会入りました、ロータリークラブ入りました、商工会議所入りました。結果何が見えてきたかっていうと、あ、この地域にはこんな会社があるんだ、こんな商売の人がいるんだ、あ、こんな人がいてたんだ、これ結構面白いな、私まだまだ地域で知ってたつもりでも知らないことっていっぱいあるんだなっていうね。ただし言っておきます、国民民主党って言った瞬間にみんな引いていきますなぜか皆さん自民党でございます、岐阜県 ね、あの大谷さん応援したいけど僕自民党なの、応援したいけど僕共産党なの、応援したいけど僕公明党なの、いや私誰も応援してくれて言うてへんやんと誰も頼んでへんやんと、もっとひどい人になるとね、ロータリークラブいきなり言われました、大谷さんここは政党活動禁止ですから、いや私してないやん、いつ政党活動しましたと、いつ政治活動しました、してないでしょ言いたいんですけども、はいとにっこり笑ってお答えしておりますいろいろ異論のある方は国民うさぎまでよろしくお願いします。長い耳で皆さんの声を聞きます。